どうもさす、今回は個人的に2023年夏アニメ曜別の感想を語っていきたいなと思います。対象作品は9月14日木曜日から9月16日土曜日までに放送されていて、私が視聴した作品となっております。個人的な感想なんで、ぜひ皆様のご意見もお聞かせくださいということで、早速木曜日からお話ししてまいります。1つ目、バンドリーイッツマイゴー最終回ということでね、私こちらね、動画投稿させていただきましたけども、非常にコメント欄が荒れたということですね。まあいろいろとあるなと、人それぞれだなと思った次第でございますけど、私はね、まあいろんな意見を見ても、あの最終回はいかがなものかなって思っててですね、まあこの作品がね、バンドリーイッツクライシックなんだったら、あの終わり方でもいいと思うんですよ。あの13話のね、もう後半全部アメムジカに持ってかれるっていう、あれでもいいと思うんですけど、この作品はイッツマイゴーなんですよ。で、まあ新しいね、あのバンドリー発表されましたけども、新しいのってバンドリーアメムジカなんですよ。だからもう別の作品になっちゃうんですよね。なのにもかかわらず、そのイッツマイゴーの最終回でアメムジカを半分もやったのは、やっぱまあ いただけないかなと、私は思いますね。まああんなんやるんやったら、普通に、だから A パートは、その迷子の、だから日常会やって、で A パートでやった内容を B パートにスライドして終わらせるっていう方が、まだ印象は良かったのかなと。で、C パートで、あの、さきちゃんが家帰って、ただいまクソ親父で終わるっていうんだったら、まだいいと思うけど、がっつりアベムジカやるのは、まあちょっと違うかなと。で、別にアベムジカの内容は面白いんですよ。あれは面白かったから、アベムジカ編もまあおもろいんだろうなって思うんですけど、やっぱ、イッツマイゴーという作品で考えると、あの最終回は違うんじゃないかなと、私は今でも思っているというところでございました。まあ本当に残念だったなと思います。次二つ目。スパイ教室22話っていうことで、あの、ティアってあんなにポンコツでしたっけって思って、なんかもうちょいさ、まともやったかなって思うんですけど、もうここら辺はね、もう永遠とティアがポンコツや、みたいなところで押し付けてくるみたいな感じなんでね、ちょっと違和感を覚えている私でございます。まあ最後の流れはね、いや、まあそんな単純に逃がしてええんかっていうところも、ありつつ、ただ、そのティアがね、憧れているコーロとま、同じ状況になっちゃってるんで、じゃあ同じ状況から、じゃあティアはどういう風にあそこを打破していくのかっていう、そこは見ものだなって思うので、まあ楽しみにしたいなと思ってますけど、ちょっと永遠にティアがね、うじうじしてるんで、ちょっと見ててしんどい部分もあるかなと思っております。三つ目。働く魔王様22話と、いうことで、まあ、結構前やったと思うんですよ。あの、2クール目の頭ぐらいやと思うんですけど、その、豆腐にみょうが乗っけるのはいかがなものかみたいなシーンがちょこっとあったんですよね。なんか、アラスラムスにみょうがって早いやろみたいな。でも、なんか、アシアは、いや、もう好き嫌いはあかんみたいなこと言ってて。で、マオも、いや、実はみょうがあんま好きじゃないんだよねみたいな、なんか、そういうくだりがあったんですけど、それをここに来て、なんか、繋げてくるっていうのは、おー、気持ちがいいなぁと思った次第でございました。まあ、あとはね、その、魔王がね、無双する回をね、早く見たいなというところで、まあ、絶対スッキリするんでね、そこを楽しみにしたいなと思っております。次、四つ目。呪術廻戦32話ということで、バッタキモすぎ？もうめちゃくちゃリアルでした、バッタが。気持ち悪ーと思って、私昆虫ほんま苦手なんですよ。苦手やからさ、あの、無理やって、バッタが。で、なんか、あの、最後さ、お腹にょろーんって出てきたじゃないですか。あれがほんまに気持ち悪くてさ、もう気持ち悪ーと思いながら見ていた、32話でございました。まあ、イタドリのね、戦闘シーンもめちゃくちゃすごかったですし、まあ、次回めっちゃ盛り上がるんじゃないですかね。もう五条がもう大暴れするかと思いますので、楽しみにしたいなというところでございました。次四つ目。悲劇の元凶となる最強ゲド、ラスボス女王は民のために尽くします。11話と。ということで、バルの話は良かったと思います。あの、過去回想で、バルがね、どういう風に出会ったかみたいな、あの、大切にしている子供たちとね、出会ったかってこう話をしていたんですけど、それはまあ、いいかなと思ったんですよ。そのバルがね、少しずつ大切なものを手に入れていくと。でも、まあ、その経験がないから、大切やっていうことには気づけないっていうね。そこのバルは良かったんですけど、まあ、それだけかなというところでございまして、なんかもう指笛一つでね、ピーって吹いただけでなんかね、気絶してたステールがもう起き上がって瞬間移動みたいな、もうめちゃくちゃ超人やないかいと思った次第でございました。次、5つ目。
聖者無双サラリーマン世界で生き残るために歩む道10話ということで、いや物体 X が何なのかっていうところが今回明らかになったんですけど、主人公ねずーっと性欲なかったんですよ。めっちゃ可愛いさ受付嬢にもう結構はねアピールというかアプローチされてんのに、あんまりなんか反応しませんみたいな感じだったんですけど、それは物体 X のせいでしたみたいないうところがね発覚していったっていうところで、まあそこは面白かったのかなと思った試合でございましたね。あとはねなんか最初ねあの治癒士はみたいな、治癒士はあかんみたいな感じでボロクソ言われてたのに、あの安値であの治療させていただきますよって言った瞬間もう泣きながらみんな喜んでると、もう手のひら返しがもう何ジェイミンよりエグいぞと思いながらね、あの笑わせていただいたというところでございました。私はもう毎週毎週楽しく視聴しております。6つ目、ルロニケンシン明治見学ロマンタン11話ということでね、まあ熱い展開とかあったりするんですけど、まあなかなか乗り切れないというかですね、その佐野助の戦いなんかもさ、もう拳と拳のね、もう拳での、ね、あの戦いやったんで、まあ熱いなと思いつつも、でもなみたいなところもありますし、ケンシンとハンニャの戦いもさ、ハンニャがさ、わざわざトリックありますよみたいなこと言うじゃないですか。なんで言うのと思って。なんでそんな余裕なみたいなところもね、まあちょっと引っかかるところがあるんで、まあ乗り切れないなというところがございます。ということで、木曜日は以上で、次、金曜日でございます。二つ目、シュガープルフェアリーテイル23話ということで、まあ案がですね、無自覚やと思うんですけど、作りたい人には砂糖菓子作れて、で、あの作りたくないやつにはまずい砂糖菓子作っちゃうっていうところは、まあいいんじゃないかなと思いながら視聴していた次第でございました。まあほんでラファルがね、王になるぜみたいなことをずっと言ってるんですけども、なんで王になりたいかっていうのは、まあ人間に恨みを晴らすためっていう、まあ結局そう、恨みがね、あの原動力で動いてるんで、まあこれではあかんよねっていう、王にはなれないよねっていうところがあるんで、まあシャルがまあ解放して、まあ王にはならないんだけども、まあみんなに自由を分け与えますよみたいな、なんかそんな感じで終わるのかなと思ってるんですけど、これあと1話しかないんで、どういう風に終わるのかなと思っている試合でございます。2つ目、7つの魔剣が支配する11話ということで、まあ七尾がね、なんかそのコーンウォリスに対して言ってたことって、まあ結構いいことやなって思いながら視聴していたんですけど、まあそれだけかなということで、なんかそれがね、やっぱ相変わらずごちゃごちゃしてるというか、いろいろとこう詰め込むんで、この作品はね、わー、ちょっとよくわからんなと、頭の処理が追いつかないなと思いながら、まあ視聴しておりました。で、唯一面白いなというか、あの、笑わせていただいたのは、そのオールブライトの過去が面白くて、なんかチスやってて、負けただけでなんか電撃ドー、うわーみたいな、何よそれはと思って、あの、笑わせていただきました。次、3つ目。彼女お借りします34話ということで、今回ね、カズヤにめっちゃ言いたいことあるんですけど、今回ってカズヤとスミちゃんがデートするっていうお話だったじゃないですか。しかも連カノとかじゃなくて、まあ、友達としてお出かけしますっていう話の中で、灯台に登るみたいな話があったかと思うんですよ。で、めちゃくちゃ階段上がりますよみたいな、ところがあった時に、その風の影響で、スミちゃんのね、あの、スカートがふわーなりまして、下着が見えるみたいなシーンがあったじゃないですか。で、あそこで、その下着見たらあかんと、っていうところで、カズヤがね、先に上行くわー言って言ったじゃないですか。あれ良くないなって思ったんですよ。なんでか、もう下の奴らに、スミちゃんのパンツ見えるやろがいと。いや、めちゃくちゃ思って。気づいたんやったら、で、あれ以降も絶対風吹くことあるじゃないですか。で、ふわーってなってですね、どこの誰かもわからんね、クソどもに、スミちゃんの、ね、スミちゃんのパンツ見えるわけでしょ。お前が守れと。お前が、もうちょっと後ろに追って、誰にも見えないように、お前にも、ね、カズヤにも見えない角度で、ね、後ろに立って、守ったれと、スミちゃんのパンツをと、思いながらね、まあ私は見ていたわけでございますけども、まあ最後のね、あの浜辺のシーンは、やっぱスミちゃんだからこそ刺さるというか、その、前向きは笑顔からっていうメッセージを、まあ、スミちゃんからもらうんですけど、やっぱスミちゃんって、まあ、全然喋らないじゃないですか。で、まあ、あの、携帯でね、会話するぐらいあの、喋らないんですけども、そういう喋らない子だからこそ、その顔ですよね。顔で、こう、表現していく、気持ちを表現していくっていうところは、まあ、スミちゃんだからこそ、まあ、一番刺さる、言葉なのかなと思いましたので、まあ、その前向きは笑顔からっていう言葉は、非常に良かったのかなと思った次第でございます。ほんでね、まあ、最後の最後、まあ、千鶴を元気にしようということで、カズヤが頑張っていくんですけど、これがやっぱ、カノカリだからできることというか、千鶴をレンタルして誘っていくっていうね、レンカノとして千鶴と接することによって、カズヤがこう、何をしていくのか。
っていうのがね、まあ非常に見どころやなと思いますので、次回楽しみだなと思ってる次第でございます。今回めちゃくちゃ久しぶりに登場しました。マミさん、お久しぶりでした。次、四つ目。愛の遺伝子10話ということで、まあ、今回って、まあ、かなり核心に迫っていくというか、まあ、11話、12話でですね、まあ、がっつりお話動いていくんだろうなって思ったんですけど、今回も A パート、B パート分かれておりまして、A パートっていうのが、まあ、めっちゃ頭いいやつがですね、なんか暴走しまして、なんか未知が、なんか未来をおかしくするんや、みたいな、なんかようわからん妄想を言い始めまして、人を殺したっていうお話。で、B パートっていうのが、未知が、死後の世界がどうのこうの、みたいなこう話をしている、なんかスピリチュアルな話っていう A パートと B パートがねあったかと思うんですけども、まず A パートで言われていたのって、人類の文明って全然発達してませんよねっていうところが指摘されたんですよ。でこれってまあ我々視聴者ってずっと思っていた話で、まあ AI がね発達しまくってんのに、まあ、人類って遅れてるよねっていう、そういうツッコミポイントって今までいっぱいあったんですけど、まあ作品のキャラクターがそこを指摘してきたということなんですね。で、なんでかっていうと、未知が制御していると、その文明の発達をコントロールしているからやっていうところで、ここで未知を絡めてくるっていうのも、まあ面白いなって思いますし、第2話だったと思うんですけど、その文明が発達してない理由に対して、須藤がまあアンサーを出していて、その時は人間がそれを望んでいるからっていう、理由だったんですよね。まあ、これはどっちなんだろうっていう。人間が望んでいるから文明が発達していないのか、未知が制御しているから発達していないのか。でも、未知を制御しているのって人間なんじゃないか説ってあるじゃないですか。その未知の中にいる男の子ですかの目が丸いから。で、ヒューマノイドってなんか細長いじゃないですか。だから、あれ人間なんじゃないかって、まあ、推測することができるんですけども、まあ、結局じゃあ人間が望んでないから発達してないっていう須藤の考えは合ってるのかとかね。まあ、いろいろとこう考えていけるというところで。ほんで、A パートの殺人犯なんですけど、なんであんなことになったかっていうと、まあ、何かにすがりたかったからやと思うんですよね。で、犯人って自分で頭をいじくれるぐらい頭のいいヒューマノイドやったわけですよ。で、なんで頭をいじくってるかっていうと、何かを成し遂げたくて、でも今の自分じゃダメだから頭をいじくって、まあ、頭をね、良くしていたんだろうなって思うんですけど、おそらく挫折したんやと思うんですよ、私は。頭自分でいじくってるけど、なかなかうまくいかんと。だからどうしようってなった時に、はっと。これ未知のせいにしたらええんちゃうみたいな。未知のせいでーみたいな。未知のせいで未来がおかしいんやーっていうところに走っていったんじゃないかなって思うんですよ。まあ、これってもう現実世界でもめちゃくちゃあるじゃないですか。まあ、宗教なんかがね、まあ、まさにそうなんじゃないかなって思いますけど、なんかわけわからんことを言って、人殺すみたいな人って、まあ、たくさんいらっしゃるんですよね。この世の中には無敵の人なんか言われたりもしますけども、そういったところがね、A パートにあったのかなって思うし、あの世界の未知って超高度 AI みたいな感じで呼ばれてるんですけど、でもよくわかってないんですよ。よくわかってないんですけど、今までの経験則上大丈夫だろうなっていうところで信頼を得ているっていう。いやもう未知って科学でもあるんですけど、スピリチュアルなものだよねと。だからこそ、犯人って未知にすがりたくなったんだろうなっていうところを、まあ、考えさせられていくんですよね。そういったものがあった中で B パートでがっつりスピリチュアルな話をするわけじゃないですか。もう宗教みたいな話をしていくんですよね。ほんで正直さ、どんだけ技術が進歩しようとも、スピリチュアルなものってもう根強い人気を誇ると思うんですよ。だから占いなんかがまさにそうで、手相って意味わからんくない？マジで。なんでこんなさ、手にあるシワごときでさ、未来わかんのみたいな思うじゃん。でも、信用する人はめちゃくちゃいて、で、手相占いなんてもう永遠にあるやん。今もあるやん。っていうところあるから、スピリチュアルのものっていうのは、やっぱ頼っちゃうと思うんですよ。人間っていうのは、どれだけ技術がね、進歩しようとも、そういう、よくわからんけど、なんかいいよねっていうものに、すがりたくなっちゃうんでしょうね、人間っていうのは。まあ、そこをですね、こう A パート、B パート通して、まあ、描いていたんじゃないかなって思いますし、今回宗教の長みたいなやつ、ヒューマノイドのね、やつを、ずーっとなんかこう、付きまとってる記者いたじゃないですか。あいつもあいつで、最後なんかおじいちゃんが入院していて、みたいな。でおそらく助からないんでしょうね。医療では、世界の技術の色では助からんと。だから、宗教に頼るんですよね。スピリチュアルなものに、ね、頼っていくっていうところも、結局人間っていうのは、そういうようわからんものにすがりたくなっちゃうんだなっていうところを、見せてくるっていう。これも面白いなっていうところを、まあ、感じた次第でございましたし。んで、まあ、ヒューマノイドって未知に、まあ、制御されてるっていうところがあるんですよ。だからこそ、その死を恐怖しているっていうところがあった。
なんかその人為的に作られたからこそ未知の恐怖にやっぱ敏感に、まあ、気づいちゃうし、まあ、未知に制御されてるっていうところに恐怖を覚えていて、なんか自分でこう実験してるみたいなところもやっぱいろいろと考えさせられるというかね、面白いなと思った次第でございました。でここからね、須藤と未知がこう絡むのかっていうところは見どころですし、で須藤って一回絡んでるんですよね。で今未知の中にいる男の子って、まあ、少なからず2代目なんですよ。これもなんか第2話かなって言っていたかと思うんですけど、須藤がね、だから前の未知はなんかどうのこうのみたいなことを言ってたから、あいつ2代目なんですよね。だからその変わった未知とこう接することによって須藤がね、まあ、どうなっていくのかと、まあ、お母さんの秘密みたいなね、1話ぶりにねお話があったんで、確かそういうお話だったなみたいな、そんなこともあったなみたいなことを、まあ、思い出したわけでございますけども、まあ、本当に残りの2話ですね、楽しみだなと思ってる次第でございます。5つ目、できる猫は今日も憂鬱11話ということで、今回はですね、福沢がダイエットして猫草食ってみたいな、まあ、そんなお話でして、本当に何も起こらなかったなって私は思ってるんですけど、それがいいよね。この作品の良さだなと思ってる次第でございますので、まあ、個人的には、まあ、楽しませていただいたというところでございました。ってことで、金曜日以上でございます。最後、土曜日でございます。ちょっとね、レベル1だけどユニークスキルで最強です11話ということで、これあれやね、まあ、次回最終回やと思いますけど、まあ、リョータがね、ダンジョンマスターになって終わるんじゃないかなと思ってるってことで、なんか今回最後の最後にダンジョンマスターとね、戦うみたいなところで終わったんですけど、完全に日本人じゃないですか。完全にあいつも異世界から来てるんやと思うんですよ。だから、花火っていうものがレアアイテムとしてドロップするんです。あの世界に花火ないのに、これ何ですけみたいなことをね、言ってたと思うんですけども、異世界から来てるやつがダンジョンマスターやってるから、花火があるんだなっていうところ。だからこの、りょうたがこうダンジョンマスターになって、じゃあダンジョンがどう変わっていくのかっていうところです。そうね、まあそういう終わり方をしてくるかなと思いました。2つ目、ライアーライアー11話ということで、まあ、ワンショットキルでね倒せなかったドッペルゲンガーを、まあ、どうやって倒すのかは、まあ、ちょっとだけ気になるわ。どんなぶっ飛んだことをやってくるのか、どんな後出しでね我々を驚愕させてくれるのか、楽しみでございます。次3つ目、ホリミアピース12話ということでね、まあ、特にね、お話しすることはね、私ほんまにないというか、見たまんま面白かったなっていうところを、まあ、感じていくっていうところでね、まあ、強いて言うんだったら、まあ、その、堀さんのお父さんはもうめちゃくちゃ堀さんそっくりじゃないですか。で、堀さんのお母さんってめちゃくちゃ宮村そっくりじゃないですか。まあ、だから、堀さんと宮村くんって、まあ仲いいというか、まあいい関係を築けてるんだろうなっていうところを、まあ感じていくというお話としてはね、良かったのかなって思いますし、まあその、堀さんのお父さんがモテる理由みたいなところも、まあしっかりあるというか、そらモテるわみたいな、と思ったんですよ。で、それはアバンのね、とこなんですけど、過去回想があったじゃないですか。堀さんのお父さんと、まあその堀さんのお母さん。まああとは戦国のお父さんもね、いましたけれども、まあその戦国のお父さんがね、最後ありがとうみたいな、言ったらもういいのみたいな、思ったんですが、その前ですよね。なんで戦国のお父さんがありがとうって言ったかっていうと、その堀さんのお母さんが荷物を持ってきたからやったと思うんですよね。その女性に荷物を持たせてありがとうも言わんのかいみたいな感じやったかと思うんですけど、その時最初ね、堀さんのお父さんと堀さんのお母さんが会った時って、堀さんのお母さん3つぐらい持っててなんかグラグラーってこう揺れていたんですよね。で、おそらく生徒会室だと思うんですけど、中を見るとまた荷物が2つありますっていう見せ方やったと思うんですよ。で、結局その堀さんのお父さんが一緒に持ちましたよっていう流れやったんですけど、その堀さんのお父さんが持っていた段ボール、どの段ボールかっていうと、最初、堀さんのお母さんが持っていた段ボールを持ってるんですよ。ここがモテるポイントやなって思って、私だったら普通に生徒会室入っていて、残ってる段ボール2つを持つと思うんですけども、堀さんのお父さんは、堀さんのお母さんからもらうんですよ。明け渡されて、ここが、やっぱモテる男と、モテない男の違いなんやなと。まあ、グラグラーって揺れてたじゃないですか。やっぱバランス悪いんやと思うんですよ。三つも乗っけてるから。バランス悪い。そこを、その、堀さんのお父さんが持って、なんか同じような大きさの二つ持ちやすそうなやつをお母さんに持たせてあげると。やっぱここが、モテるやつと、モテないやつの違いなんだなっていうところを感じるっていうね。ちょっとやっぱ青春コンプレックスをね、久しぶりに発動させられる回だったなと思いました。最終回も楽しみです。4つ目。
テンプル11話ということで、つくよ回ね、やっぱおもろいんですよ。まあ私がつくよ大好きやからっていうところもあるかと思うんですけど、まあ普通にラブコメやるじゃないですか。今回もなんか一緒にこう携帯をね、買いに行くっていうところなんですけども、その携帯を買いに行くって知らないんですよ。ただただ誘われる。付き合ってくれってね、誘われたから一緒に行くってめちゃくちゃおめかししてみたいな、つくよ可愛いわみたいなところ。で、赤髪もやっぱ褒めていくんですよ。そこでキョーンってするつくよちゃんもやっぱ可愛いですし、まあ携帯買って、最初に連絡先を交換したのがつくよだったってところで、初めてをもらえたっていうところで喜んでくるも可愛いし、まあ、結局連絡をね取って喜んでるってつくよも可愛い。可愛いのよ。終始可愛いんで、いや素晴らしいなぁと、やっぱつくよ会面白いなぁと思った次第でございました。で、 A パートのメイド服姿のゆずきさんもたまらんじゃないですか。単純にたまらんじゃないですか。よかったっすね。で、思ったのよ。これ、あゆみのファンさ、どういう気持ちで見てんのみたいな。今回は、そう、ゆずきさんがさ、赤髪にこう、マッサージをされていってさ、もうめちゃくちゃエロい声出してたじゃないですか。あれは、あゆみのファンはどういう気持ちで聞いてんの、嬉しいって って聞いてんのが、もう よくわかりませんけどもね。いや、もう、たまらん回だったなと思った次第でございました。次、5つ目。ライダーのアトリエ最終回ってことで、まあ、なんてことのないエピソードでございます。なんか宝探しみたいなね、ことをやったわけですよ。いや、ゲームで言うと、なんかサブクエストみたいな。なんかそんなのを、まあ、最終回でやったんですけども、まあ、良かったんじゃないかなと思いました。まあ、退屈でね、なんてことのないお話でございましたけれども、まあ、良かったです。はい、6つ目。あやか最終回ってことで、もう、ああ、もうめちゃくちゃ。もうめちゃくちゃ、もう仁義が生き返ったらもうめちゃくちゃ。何やってんって。あの仁義の覚悟は何やってんってなるから。そんな簡単にね、生き返らせてはいけませんと。死っていうものをね、そんな軽く扱わないでくださいと思った最終回でございました。7つ目。魔王学院の不適合者2期11話ということで、私はもうシンプルに次回が楽しみやわ。で、これ、2クールでしたっけ？次回で魔王学院って終わるんでしたっけ？ちょっとわからないんですけども、とにかく次回がね、非常に楽しみで、まあ、2000年ぶりにね、再会する夫婦っていうのも、まあ、いいなーって思いましたし、その夫婦がアオスディルヘビアのとこ行くんですよ。自分の娘のところに行くんですよ。ここで何が起こるかっていうと、2000年の時を経て、初めて親として仕事をするっていう。しかも多分これ親子喧嘩になるんですよ。これめちゃくちゃおもろいやんと。こんなん絶対泣くやんっていう話があるので、まあおそらくアノスがね、うまーいことこう丸めてくれるんやと思うんですけど、マジで次回が楽しみだなと思える11話でございました。次、8つ目。うちの会社の小さい先輩の話10話ということで、これさ、今回保育園行きましたけども、ともくんとマリンちゃんのお話、いや、これ絶対おもろいなと。思って。で、その、ともくんって、マリンちゃんのことが大好きなんですよね。でも、大好きだからこそ、その嫌がらせみたいな。まあ、その、よくあることですね。好きな子に嫌なことしちゃうみたいな、まあ、あるあるなんですけど、嫌がらせをしていて、で、マリンちゃんは、なんか、ともくんは嫌なことしてしまうから、嫌なことしてくるから、で、私が嫌いなサメ役ね、みたいな、なんかそういう、ね、やりとりありましたけど、このやりとりをしてるね、ともくんとマリンちゃんが、どういう風に付き合っていくのかって、多分、小中高ずっと同じなのよ。ともくんとマリンちゃんって、小中高ずーっと同じで、ともくんはずーっと、こう、マリンちゃんのことが好きなんだけれども、気持ちは伝えられないっていうところがある。で、マリンちゃんも多分都合よくね、誰も彼氏作らないです。そういうところがこう、ずっと続いていって、で、いつこう、二人が気持ちをぶつけ合うのかっていうね、ともくんがどういうふうに告白をしていくのか。まあ、でも、この中に、でマリンちゃんは誰かとね、付き合うみたいな展開も入れてもいいかもしれないね。うん。気持ちをずっと言わないがゆえにマリンちゃんが他の男に持ってかれて、でもやっぱ諦めなくて二人がこうどうやって付き合うのかっていう、で、どういう風に結婚していくのかっていうところを描いた方が面白いと思うわ。うん。その先輩と後輩の話とかじゃなくて、ともくんとマリンちゃんの話、ここを描いた方が面白いんじゃないかなと思った試合でございました。次、9つ目。実は俺最後でした10話ということで、もうシャルちゃんのスタウチ最高かおい。何回巻き戻してみたか。何回も見ましたけどね。あれ素晴らしい。24分間シャルちゃんの下打ちでもええぞと思いながら見ていたというところで、もう素晴らしかった10話。選手一番良かった。選手一番良かったのはもう、実は俺最強でした第10話。シャルちゃんの下打ちが素晴らしかったから。いうところで、まあ、あとはね、本物の魔王がね、現れましたから、まあ、イリスね、もう可愛いなーっていう、まあ、本物の魔王かどうかどうでもいい。イリスが可愛かったので、
まあ、それも良かったなということで、以上で終わりたいなと思います。ぜひ皆さんの感想もコメント欄で教えてください。チャンネル登録するかどうかお任せするんですけど、おすすめ動画どっかにあると思うんで、あと1本ぐらい視聴していただけます。幸いです。800見てのお届けで。